アメリカ海軍のパトロールボート上の M60、機関銃に M13 リンクの団体が装着されている。M13 リンクはアメリカ軍で使用されている団体用リンクである。7.62X51mm な投弾を団体として接続することができる。M13 リンクは分離式の結合用金具であり、使用時には各々の銃弾段階をつないでいるが、 期間銃内で銃弾が薬室に装填される時点でリンクは結合を解かれて自由になり単体となったリンクが個別に排出される。20世紀中は M1917 期間銃や M1919 期間銃で使用された30から06スプリングフィールド弾用の M1 リンクを更新するべく採用された。m リンクは m リンクなどの旧式体リンクとの 後方互換性を有していなかったが、アメリカ海軍では 7.62mm NATO 弾及び M13 リンクを使用できるように回収した M1919 機関銃をマーク21モット例の名称で採用している。現在までに M13 リンクはアメリカ軍と NATO 各国軍で使用される最も一般的な 7.62mm NATO 弾用団体リンクとなっている。 M60, FNMAG, AA-52, H&KHK21, ラインメタル MG3, その他多数の機関重要団体として使用されている。例えば、ドイツ連邦共和国では、DM-13 という名称で、M13 リンクが供給されており、他の国々でもその国ごとに、様々な名称で呼んでいる。その後、 M13 リンクをスケールダウンする形で 5.56X45mm、NATO 弾用の M27 リンクが設計され、M249 系機関銃などで採用された。ありがとうございます。